さあ、榎本選手、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。榎本選手は昨シーズンの途中から富山に来ていただいたわけなんですけれども、まずこう富山を選んでいただいた理由を教えていただけますか。理由としては、監督、伊藤監督がヤクルト時代からお世話になっている方でして、と楽天時代に、寮長でいらっしゃった上原さんがコーチでいたっていうのがすごい僕の中では大きいかな。知り合いというか一緒にやってたので、それ心強い感じはありました。そして今シーズン残ってくださった理由としましては、私はやっぱり僕もまだ追っかけてるものがあるので、それに向かってやっていきたいという気持ちはあったので、はい、追っかけてるものというのは NPB 復帰ですね。去年はその途中からの加入ということだったんですが、それでも打率はリーグ8位ということで、まず納得はしてない。納得はしてない、はい、まだもっと上を目指して今年はやっていきたいなと思ってます。ちなみにその榎本選手 その強さの秘訣とか元気の源といったらどういったことなんですか。元気の源、はい、今はやっぱり子供ですかね。電話したり、毎日あの動画とか写真とか送ってくれるんで、それ見てニヤニヤしてニヤニヤして毎日その成長を楽しむみたいな。なんか試合前に必ず食べるものとか、元気飯って言ったらどんなもの。元気飯、うん、お昼とかはもう簡単なものしか作らないんで、うんうん、フライパン1個でできるものしか作らないんで、うんうんうん、もう基本チャーハンが多いですね。うん、試合前に験担ぎとか何かされます。試合前の前日夜は結構念入りにストレッチとかやってます。時間的に言うと、もうそれこそ2時間、3時間近く登ってます。もう赤ちゃんの動画見ながら見て、ちょっと顔も緩みながら、うんうんうん、体も緩み、両方緩みますね一石二鳥ですね気づいたらもう眠くなってきたなみたいなぐらい、なんかいろいろやってます。では今回から新しくぶっちゃけカードを用意しましたこの中から選んでいただいてぶっちゃけていただこうと思います。いや緊張するわこれ運試しですね、ある意味。怖っこれじゃないなこれじゃダメなんですか。ダメかな、もうちょっと左だと思います。これそ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 れに、これを取らないといけない今回ちょっと必然的にこれをそれを、はい、じゃあこれを取りますプロポーズ。あー、プロポーズ、はい、ご結婚されてるということで、はい、忘れちゃいました。絶対忘れてないちょっとどんなプロポーズだったのか、これからご結婚をされる方への参考として、はい、でもサプライズっちゃサプライズなんですけど、もう付き合って結構長かったんで、もうなんかそのどうしようかみたいなこう雰囲気はあった中でのサプライズをしたんですけど、仙台に住んでた時だったんですけど、仙台のちょっといいホテルのちょっとした大きめの部屋を予約して、で最上階のまあご飯をちょっと予約したんですよ、うん、ちょっといいところを、うん、はい、で部屋に部屋の大きいベッドに花びらでメリーミーっていうか やっといて、でご飯食べるじゃないですか。顔めっちゃ赤くなってきた恥ずかしいこれ。いやちょっとときめいてきました私も、うん、もう想像もう彷彿ともなんかもう想像できますもんね。
で、まあ、用意しておいて、で僕その日練習行くって言って嘘ついて行ったんですよ用意しに。で部屋もちょっとちゃんとセッティングして、でバラを、バラの花束を108本でご飯食べて、まあ嫁はもうじゃあ帰ろうかっていう感じだったんですけど、いやこっちだよっつってエレベーターで今部屋開けたらそんな感じじゃないですか。で、まあ、びっくりしてるところに花束持ってって108本あるよって言って恥ずかしいよ聞きました。うわうわロマンチックですね。ちゃんとしたセリフは言ってないです、はい、108本あるよって言った時にうん言ってくれましたいや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 、おめでとうございますめっちゃこれやばいわ本当にいや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 、まあ、ぜひ皆さん参考にしていただければと思いますので、はいじゃあ続いてまたまた新コーナーなんですが、まあ、ざっくりとプレゼント交換です。はいできました、はい、あの我らがネット3はですね、あの富山県の滑川市、上市町、立山町をエリアとするケーブルテレビなんですけど、こちらの最初に来られたことはありますか？ないです。ないですか？ないです。すみません。いや全然で今回はむしろちょっと紹介したいなと思って、まあ、滑川市のものを持ってまいりました。 ありがとうございます。滑川といって何か知ってることがあります？ホタル。あ、正解正解別名なんというか知ってます？何だったっけ忘れ、何だったっけ、富山湾の何だっけ。じゃあ4択にします、はい、王者、宝石、神秘、朝日。王者。あ、残念。王者って何ですか？ブリです。あ、ブリ。はい。朝日は？朝日、はい、ビールじゃないですか？あー、キリンじゃなくてまあまあまあありますねうまい。ビールお好きなんですか？まあ、お酒飲むんだったらビール。うーん、朝日、はい、朝日で、ホタルイカは富山湾の神秘と言われています。勉強になります、はいということで今回はこのプレゼントしたいと思います。ありがとうございます。ちょっと開けていただいてもいいですか？お、梅干し？ホタルイカの桜干し。はい、あの3月1日に解禁になったばかりのホタルイカです。桜干しだ、うん、桜の匂いします？わかんないご飯のお供に。ありがとうございます。チャーハンの時と、たまにホタルイカご飯の時と、あ、いいですね、ちょっと交互に食べていただければなと。ありがとうございます。思います。美味しくいただきます。はい、ぜひまた滑川にも、はい、ホタルイカを食べに来てください。ぜひ行きます。はい、待ってます。そしてホタルイカと交換でなんと私物をいただけるということで、はい、持ってきましたこちらは何ですか？これは楽天時代に販売していたタオルですかね、うん、自分の名前が入ったタオルですね。もういいんですか？あ、全然、はい。これは色を選べるんで。なぜこの色に？もちろんそれは名前とかけたこれしかないやろってみんなに言われて、うん、いやちょっと貴重な、はい、天地台のタオルをいただけるということで、はい、はい、触っていいんですか？じゃあこちら皆さんに1名様にプレゼントしたいと思いますいよいよシーズンが開幕します。はい、じゃあ今シーズンへの意気込みをお願いします。もう去年すごい悔しい思いをみんなしたので、その思いを開幕1戦目から全部ぶつけていきたいと思いますので、はい、応援よろしくお願いします。ぜひホタルイカのように光り輝くプレーを、はい、期待しておりますので、はい、頑張ります、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。